マイケル・ダースマは、オランダ、北ホラント州ハールレム出身の野球選手、ウトウミギウチ。現在は、夫婦とクラッセの L&D アムステルダムパイレーツに、所属している。マーク・ダースマとは、兄弟である。グローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対、欧州代表では、ミカエル・ドゥールスマと表記されている。1996年に、オランダ国内リーグの夫婦とクラッセの、 ミスターコッカー箱に入団した。1999年にサイプレス短期大学に入学した。2000年にパドゥー大学へ編入した。2001年にミノルタパイオニアーズへ入団し、2年ぶりにオランダ球界に復帰した。2003年に第10回ワールドポートトーナメントのオランダ代表に選出された。2006年3月に第一回 WBC のオランダ代表に 選出された。7月には、第23回ハーレムベースボールウィークのオランダ代表に選出された。11月には、第16回アイブフインターコンチネンタルカップのオランダ代表に選出された。2007年8月に2007年、ロッテルダムワールドポートトーナメントのオランダ代表に選出された。9月には、第30回ヨーロッパ野球選手権大会の オランダ代表に選出された。同月に第37回アイブフワールドカップのオランダ代表に選出されている。また、北京オリンピックの野球競技予選でオランダ代表に選出された。2008年は北京オリンピックの野球オランダ代表に選出された。2009年開幕前の3月に第2回 WBC のオランダ代表に選出され、2大会連続での選出となった。 2011年9月20日に第39回アイブフワールドカップのオランダ代表に選出された。同大会ではヨーロッパの国としては1938年大会のイギリス代表以来73年ぶりの優勝を果たした。この栄誉を称えて代表24人全員にサーの爵位が贈られダースマニも贈られた。2012年限りでパイオニアーズを退団した。 2013年開幕前の3月に第3回 WBC のオランダ代表に選出され3大会連続3度目の選出となった大会後は L&D アムステルダムパイレーツでプレー。2014年9月2日に第1回フランス国際野球大会のオランダ代表に選出された同大会でオランダ代表は初代優勝国となった大会終了後の12日に 第33回ヨーロッパ野球選手権大会のオランダ代表に選出された。同大会ではオランダ代表が大会の記録である時刻の20回の優勝を塗り替える3大会ぶり21度目の優勝を果たした。2015年2月17日にグローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表の欧州代表に選出された。3月10日の第一戦に 一番三塁手で先発出場している。4月13日には第15回ワールドポートトーナメントと第1回 WBSC プレミア12のオランダ代表候補選手に選出され、6月30日には第15回ワールドポートトーナメントのオランダ代表に選出された。2016年開幕前の1月18日にキューバ代表との強化試合のオランダ代表に 選出されたが、同試合は、雨天ん中止となった。ありがとうございます。